ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が26日、日本時間27日、エンゼルスとのオープン戦の試合前にメディア対応。大谷翔平投手、29、に言及した。大谷は専属通訳を解雇された水原一平氏の違法賭博問題をめぐり、前日25日に声明を発表。結論から言うと、彼、水原氏、 が僕の口座からお金を盗んで、みんなに嘘をついていたことになります。と自らの口で語り、僕自身は何かにかけたり、誰かに代わってスポーツイベントにかけたり、それをまた頼んだりということはないし、僕の口座からブックメーカーに対して誰かに送金を依頼したこともありません。ときっぱり否定した。 相棒でもあった水原氏を裏切りによって失った大谷について指揮官は実際には心配していないとし、水原氏という干渉材がなくなり、ここ数日彼はチームメートとさらに関わり合っているのがわかる。試合中に直接彼と話し合うことは良いことしかないと思う。戸田選手と直にコミュニケーションをとることが良い方向に向かっているとした。 そして、一平がいなくても、彼はチームメイトとうまくコミュニケーションをとることができる。彼がどれだけ英語を知っているかに、みんな驚くと思う、と大家の英語力に改めて太鼓判を押し、昨日は大事な日だったと思います。私たちはみんな、前進することを楽しみにしている、と続け、我々はあらゆるところから彼をサポートすると最大限、 バッックアップすることを約束した一方で山本由伸については義信の場合は違う。彼はアメリカに来るのが初めて彼には通訳のヒロ園田氏がいるとメジャー移籍1年目の右腕と大家の違いを指摘ですから彼が必要とするものは何でも私たちは実現できるように手助けしようとしている。 野球面、身体能力面、生活面。そういったことは、彼のエージェントが担当している。まだ時間はかかりそうだが、彼は適応できている、と違うアプローチでサポートすると語った。